あ、出た出た、これがボスですよ、これがボスですよ。ほら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 、切ってけ切ってけ。おお、やばい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 、ボスもう半分だよ、もう、あ、もう死んだよボス。早いよボス。シャッス中です。今回はグリムノーツの、そうですね、第2弾をやっていきたいと思うんですけれども、まあね、前回言ってた協力プレイというのはちょっと置いといて、まずちょっとね、ガチャの方ねやっていきたいと思うんですよ。今回はね、ガチャでこんな感じ。はい、このガチャをですね、10連ガチャを3回もできるので、はい、というわけで今回このね、10連ガチャを3回僕はやっていきたいと思います。さあ、どんなのが出るかな、やってみましょう。はいと、それどんな感じかな。すごいよすごいよ。なるほど。おお、なんか虹色出てる、なんか虹色出てる。おお、なにおお、いいね。桃から生まれた桃太郎、いざ参る。おお、桃太郎、やばー、これはすごいね。なんかすごい一瞬ちょっと奈々さん思い浮かべるあれだったけど、おお、マジか、いいね。じゃ、桃太郎めっちゃいいんだけど。あ、出た、これ物語に出てた。おお、敵は燃やし尽くす。おお、かっこいいね。みんなで、お、敵を打ち倒しましょう。で、これがこんな感じ。桃太郎やべえ、桃太郎やばいね。これ星5出ましたよ。いや、マジか。いや、なんでちょっとあれが言っちゃったかっていうとね、座長公演のちょっとね、あれが思い、ちょっとね、桃太郎だよね、男の人だよね、これ男だよね。まあいいでしょう。もう一回、じゃあ、あと2回できるんでね、やっていきましょう。すげえすげえ、すごいよすごいよって言ってたもんね。いいじゃないですか。さあ、次は、あー、でも次は虹色なかったな。どんな感じですかね。鬼ヶ島の、おお、鬼姫が出てきた。マジか、桃太郎と鬼姫という、すごいなんか組み合わせが揃いましたね。可憐な乙女が大好きなの。なるほどなるほど。貴様らの好きにはさせんぞ。おお、なんか和のような感じがすごい揃いましたね。ちょっと待って、これ揃えたいぞ普通に。いいね、桃太郎に鬼姫に、すごいね。いや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 、なんだこれは、桃太郎尽くしか、ほんとすごいね。お、なんか言ってるぞ。いやー、でもなんかそんな感じではないけど。おー、でも青めっちゃ出てるじゃん、赤と。ほう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 、持ってます。おう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 、また出た桃太郎、マジか。そう、限界突破のね、あれにね、使われるという感じ。そう、今回はちょっと待って。はい、というわけでね、今回桃太郎が出たわけですけれども、どこだ。おお、いたいた、ゼフォデ強えな。1レベでこれ強えな。195回、君すごいね。いやー、いいわいいわ、ちょっとパーティー作ろう。はい、というわけでね、こんな感じでパーティーになりました。これからこれでね、協力の方やっていきたいと思うので、さあ行きましょう。はい、というわけでね、協力プレイやっていきたいと思いますよ。今回やるのは、凍てつく炎の方向という感じでね、これやっていきたいと思います。氷のコア入手のチャンスというわけでね、今回初級をとりあえずやっていきましょう。今から募集かけましょうかね。じゃあ、これツイッターに切り替えちゃダメなんだね。お、入ってきた、強えーな。みんな強すぎるんだけど。めちゃくちゃ強いな、本当に。よろしくね。あ、これよろしく出たよね。よろしく出ましたね。めちゃくちゃ強いじゃねえかよ。めちゃくちゃ桁が違うんだけど、とりあえず行きまーす。行きまーすって、これでいけるかな。行きまーすっていうのがないね。よし、出撃。めちゃくちゃ強いんだけど。めちゃくちゃ強いんだけど。鬼
いやー鬼ども倒すぞ。ほらほらほら、でみんな攻撃力が全然攻撃力が強いって、みんな早い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 、めちゃくちゃ早いんだけど、やばいやばい、初めて見たわ5桁の攻撃とかやばいやばい、早いっすね。あ、出た出た、これがボスですよ、これがボスですよ、ほら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 、切ってけ切ってけ、おおやばい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 、ボスもう半分だよ、もうあもう死んだよボス、早いよボス募集かけました。さあ来てくれるかな、来てくれるかな、おいやめっちゃ強いんだよな、めっちゃ強いんだよな、自分でも結構これ頑張ってるつもりだったんですけどね、いや強いなみんな、よろしくよろしくって言いながらありがとうありがとうって、いやーこれは頼もしいなみんな頼もしすぎる、中級でも中級でもそんなに激しくはないと思うんですけどね、僕桃太郎です。こんな感じね、みんなどんなことやってるかちょっと画面を大きくして、うわー5桁やばい5桁やばい5桁やばい、待ってもう僕待って、これやると僕どこにいるか終わっちゃったみんな強いなーマジで、強い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 、待ってみんな強いね早いんだよ本当に、なんか虫のように死んでいくぞ敵が、結構この敵もまあまあ、あ来ましたね、ボス来ましたよ、ボス来たボス来た、ちょっとボスは強いぞさすがに、なんかそう強そうな雰囲気あるけど、いや強い強い強いと思うけど、みんなが強いみんなが強い終わっちゃったよ早すぎ早いなこれ、すげえな、音速で終わりますねこれ、秒速でボスを倒すパーティーですねこれこれでまた募集かけました。さあ今回は多分、今回はさっきよりも格段に3倍以上の難易度になるんでね、かなり僕はちょっと戦力外通告になるかもしれないんですけど、さあやっていきましょう、よろしくお願いします。さあどんな感じでしょうかね、いきますよいきますよいきますよ、いけますかねいけますかね、これどうなんだろう、ちょっと本気でやらないといけないね、自分見失ってる場合じゃない、から生まれた桃太郎、さあ桃太郎いざ参る、いざ参るよ、いや硬いなこれやばいね、いやすごいすごい、これを凄まじい火力で倒していく、さすが4桁台ですね、いやちょっとこれはあんまり死なないように立ち回ろう、さっきはもう笑いながら終わってたけど、おお強い強い、後ろにいる後ろにいる、おおいいですねいいですね、あ順調順調、さあ順調、ああもうここら辺でちょっとした中ボスが出てくるのか、ちょっと怖いね、ちょっと怖いですねこれね、おらー、あ待って待って待って、危ね危ね危ね、ピョン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 、おお怖い怖い、ああおおおお、さすがすごい、お仕置きしてますね、いやありがたいありがたいありがたい、あやばいやばい、ちょっと来てるちょっと来てる、縦の人が怖い、縦の人が怖い、強いなさあこれがいてつく炎ですよ、ちょっと待って、いてつく炎浴びたらやばそうマジで、こればっかりは本当うーやばいやばい、いてつく炎強えぞこれ、尋常じゃねえな、ちょっと待って待って、いてつく炎はマジで受けちゃダメだ、あれはあれは受けちゃダメなやつ、おちょっとちょっとここでちょっとちょっとだけちょっとだけちょっとだけあのちょっかいを出すっていう感じで、おおみんながついてくれる、はいはい、これが一番さ、おお上級が終わった、すげえ、待って待って、ちょっとなんかこの雑魚敵もやる感じなのかこれ、おおボスを倒して終わりじゃなかった、ちょっと待って、まだもうちょっと雑魚が残ってるね、ちょっとねここはやっていきましょう、おおいやーいやーありがたい、本当にね一瞬で終わりましたね、いやこうやってねやっぱりこうやりましょうっていう風に言ってこう募集かけると、これだけにこれだけのね、いやーありがたい戦力が集まるわけですよ、星の数がすげえな、
いやー今回は本当ありがたいですね。いやーどうしようどうしよう、これは超級いけますよいけますよ、あーいけますよって言ってくれてますね。ちょっとじゃあ超級募集かけますか。さあもうねこっからは僕は何もできないので本当に頼み申し上げるという形でしょうか。ちょっとやってみましょう。とりあえずチャットのあれをよろしくお願いしますという感じで、ありがとうという感じでやっていきたいと思います。さあいけるかこれ、どうだ大丈夫か、どうも僕は何ももうできないぞここからは。本当何もできんぞ、本当何もできんぞ、この雑魚的にすらワンパンで殺される可能性もあるからね。こうあでも割と倒せるか、割といけそう、減ってない気がするんだよな。減ってない気がするんだよな。いけるかなこれ、あいける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 、4桁の人のすごい、4桁の人の活躍が半端ないね。本当になんかあれだね、ドミネーションで100キルする人が来るみたいな、そういう、やばい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 、俺死んじゃう俺死んじゃう俺死んじゃう、怖い怖い、これ怖いわ普通に、でこれ怖いわ、ちょっと待って死にきれないねこれは、死にきれない思いがありますね。うわーめちゃビビりだわ、いやいやこれねこれね死んじゃいけないよね、死んじゃいけないよね、やっぱりこうなるべく死なないように立ち回っていきたいと思いますよ。怖っ、いやこれ死んじゃいけないもんね、いやー凍てつく炎では絶対これやばいって、いけるかなー、もう死にたくないでござる、死にたくないでござる、死にたくないでござる。何もやってねえって、いやーここでちょっとちょっとだけちょっとだけ、ほらほらってやって逃げる、ほらってやって逃げる、ほらってやって逃げる、いやもう片方お亡くなりになってるんでね、あー来た、あー来た怖い、あー来た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 、オッケーオッケーオッケー、めっちゃやってくれてる、めっちゃやってくれてる、めっちゃやってくれてる、神的にいい人だな本当、あー死んじゃった、あー死んじゃった、マジか、復活しよう、もうこれは復活するしかない、これは復活するしかない、これうわ早い、ちょまた凍てつく炎半端ない、あれあれ1個でも当たると死ぬぞ死ぬぞマジで、待て、もう桃太郎斬りをやりながら逃げる逃げる逃げる、あーまただこれ復活するぞ、もうすべてを委ねます、すべてを委ねるぞ倒してくれた、ありがてえありがてえ、あー救世主がいましたね、我がチームにネオがいましたね、いや申し訳ない、何回か死んでごめんなさい本当に、いやーありがたいですわ、もうね救世主がいてくれたおかげで僕あーよかった本当、皆さんありがとうございます、もうねただの帰省野郎ですね僕はね。いやーよかった本当に、よかったよかった、まだあるのか、いやまだあるのか、この上がどんだけあるんだこれ、ちょっと待って、どんだけあるんだこれこれ、いやほんとね死にまくって申し訳ないほんと、いや絶球は絶球は多分4桁の、いや俺何回死ねばいいんだろうってぐらい死んじゃうから絶球はまたの機会にしておきましょうかね、はい、というわけで今回はパーティーにね助けられながらもグリムノーツの協力プレイやりました。皆さんもねこうパーティーでこう助け合いながらもうほぼ助けられまくってますけど、いやーするねものはいいですね本当、絶球はちょっとね僕がね多分どの攻撃でもワンパンで死ぬような気がするんで、凍てつく炎の方向のこのねボスがね、ボスのあの1個の青玉にぶつかるだけで死ぬんで、ここら辺にしておきましょうかね。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。皆さんもぜひね、パーティーで盛り上がってやってみてください。そしてね、ダウンロードリンクなどはね、下にありますので、皆さんもぜひぜひやってみてください。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。